ぐしなし、引き出しなしの可愛いヘアアレンジ紹介します。チキチキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。ヘアアレンジをするときに引き出したりほぐしたりするとやつれた感じに見えちゃう。でもピタッとしすぎても頭の形をカバーできずに溶けて見られやすくなってしまったりと、なかなか難しいですよね。というわけで今回は前回大好評だった特に大人の女性の方におすすめなきっちりアレンジを紹介していきます。職場でもカジュアルになりすぎず素敵な大人の女性と褒められるようなアレンジばかりなので、全大人女性の方最後まで必見です。まず一つ目はタイトローポニーアレンジを紹介していきます。まずは髪の毛を分け取っていきます。耳の後ろで髪の毛を横と後ろに分けていきます。ざっくりで大丈夫です。だいたい耳後ろのところで前と後ろにこんな風に分けれていたら OK です。でこの状態でまず後ろの方の髪の毛ですね、だいたい耳と同じぐらいの位置で一つに結んでいきます。はい、こんな感じです。そうしたら次この横の髪の毛を後ろに持ってきて、左と右の毛束をまずクロスさせます。この状態で最初に結んだゴムの裏を通ってまず一周またクロスさせて表側に出したら、またクロスさせて裏側に毛先を持っていきます。こんな風に毛先を後ろに持ってきているところでゴムで髪の毛全体を留めていきます。はい、こんな感じですね。ここまで大丈夫ですか？そしたら次はこの裏側からだいたい人差し指1本分ぐらいの毛束を取ってもらって、こんな感じですね。この毛束をぐるぐるとさらに髪の毛に巻きつけていきます。でこの毛先も髪の後ろ側に持ってきて、またゴムで毛先の部分を留めていきます。はい、こんな感じでまずベースが完成です。でこれでもしこの毛先のところがピョンって出ちゃう方は、出てる毛先の部分をグッと後ろに持ってきてあげると綺麗に隠すことができるので、もし表面に短いの出てきちゃったなと思ったら、もう無理やり後ろにぐるっと持っていって留めちゃってください。はい、こんな感じでベースができたので、まだこのままだとちょっと絶壁がね、この後ろの部分潰れて見えやすいです。なのでほぐすんじゃなくって頭全体を手でガッと掴んで、そのままちょっと上にギュッと引き上げる感じ。そうするとこの綺麗な面を残しつつ、ほぐさずとも頭の形を綺麗に見せることができます。こんな感じ、前から見るとこんな感じです。ピシッとしてて、でもなんかすごいピシッとしすぎてない感じ、おしゃれな感じが素敵ですよね。すごいゆるゆるなわけじゃないので、すごくさっぱりとした清潔感もありますし、こういうジャケットとかにも合うかなと思います。ぜひ参考にしてください。はい、では次2つ目はクリップアレンジを紹介します。まずは髪の毛を1つにまとめていきます。で結ぶ位置はだいたい耳タブの位置なんですが、あんまりキュッと結びすぎず、ちょっと緩めに結んでおいてください。ちょっとゴムも緩め、根元も緩め、この状態でゴムを指2本分ほど下にちょっとずらします。でさらに根元をゆるゆるにします。この状態で真ん中にぱっくり穴を開けます。そしたらこの毛先をくるりんぱしていくんですが、上からくるりんぱするんじゃなくて、下側から上に向かってくるりんぱするような感じで入れ込んでいきます。で最後入れ込み切らずに途中でまだ毛先が下に残っている状態でストップします。この状態で今上にある毛束を半回転ぐらいねじります。上にある毛束を半回転ねじる、この状態でクリップで留めていきます。こんな感じで半回転ねじったことによってキュッと締まるので、変にゆるっとした感じもなくぴったり止まってます。前から見るとこんな感じです。一瞬でしたね。これだったらほぐさなくてもクリップがもう後頭部にあるので、頭の絶壁さんカバーしやすいんじゃないかなと思います。もうほぐさなくてもそのままで可愛い。で私よりも髪の毛が短かったりだとか量が少ないっていう方は、あんまり大きいピン使っちゃうと結構パカッと外れやすくなっちゃうので、こういうちっちゃいクリップもあるので、こういうのが一つあると便利かなと思います。逆にもうなかなかクリップ止まらないっていう方は、今の私が使ってるこういうタイプの細身な感じというか針金っぽい感じの、もうこういう形ですね、こういうガシッと掴めるタイプのクリップがおすすめです。あとはこういうタイプの結構もうがっつり掴めますよっていう、この刃の部分が結構多いやつとかもしっかりガツッと止まってくれるのでおすすめです、ね、今いろんなサイズのクリップだったりいろんな形のクリップがあるので、これだけでねいろんなおしゃれができますよね。もうすごく楽ちんで華やかで可愛いアレンジができるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では次はお団子アレンジを紹介していきます。まずは髪の毛を半分に分け取ります。だいたい耳の上でざっくりもう親指でグッと
すくってあげるような感じですね。大体で OK。 ざっくりこの辺で分け取ります。そしたらまず上の髪の毛を結んでいきます。上の髪の毛を結ぶときはだいたい耳の真ん中ぐらいの位置ですね。この位置で結んでいきます。で、下の髪の毛なるべく一緒に結んでしまわないようにちょっと前に避けておくなり邪魔をしないようにしておくといいかなと思います。で、こんな感じで結んでいったら結びきらないお団子を作りつつ指はまだ離さない、人差し指を入れた状態のまま反対の手で毛先を持ちくるくるくるっとねじねじしながら今持っているゴムの中に毛先を入れ込んでお団子を止めます。こんな感じどうですか、今の分かりましたか。もう一回やっていきましょうか。ちょっと分かりやすいように太めのゴムでやっていきます。まずは髪の毛を結んで結びきらないお団子の状態でストップ。ゴムを持っている方の指はまだ離さないで置いておきます。この状態で反対の手で毛先を掴んで、まだ指離さないですよ、ここにある状態、この状態で毛先をくる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 ねじりながらこっちのゴムを持っている方のところに毛先を持ってきてこの間に入れ込む。こんな感じ、わかりましたか、大丈夫ですか。はい、そうしたら次下に降りている髪の毛を左斜め上に持ち上げながらねじねじしながらさらにまたお団子に巻きつけます。毛先までしっかり巻きつけることができたらゴムでお団子を止めていきます。はい、こんな感じです。で、あとはまたちょっと頭の形をきれいに見せるためにまた手のひら全体で頭を包んでお団子を押さえながらグッと頭の丸みを出していきます。はい、こんな感じで完成です。で、あとは最後にこういったちっちゃいクリップをお持ちの方はこの辺ねキュッと止めてあげるとより華やかになって素敵な髪型になるかなと思います。はい、前から見るとこんな感じです。こうやってお団子を作った上にさらにこう下から毛先を巻きつけてあげることによってボリューミーなお団子にすることができます。ほぐさなくてもしっかりお団子でボリュームを出すことができるのですごく可愛いですよね。ぜひ参考にしてみてください。はい、皆さんいかがでしたか。今回紹介したアレンジだったらほぐさなくても十分素敵だし大人の女性のアレンジになりますね。どれもミディアムだったりロングの方、私よりも長い方も短い方もできるアレンジになっているので幅広い女性の方ができるアレンジになりますし職場とかでもぴったりなんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントもお待ちしております。そしてあやまる部屋チャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますのでぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。